皆さんこんにちは、夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は3年連続でミシュラン星付きとなり、アジアベストレストラン1位も獲得されているセザンのご紹介です。ミシュラン星付きでなおかつアジアベストレストラン1位ということもあり、海外からのお客様が大勢いらっしゃる、世界から大注目されているレストランです。ぜひ最後までご覧くださいね。ミシュランについてはご存知の方も多いかと思いますが、アジアのベストレストランというのは中国、韓国、日本、シンガポール、タイ、インドなどのアジアの国々のレストランの中から50軒の美味しい店が選ばれる祭典です。そして2024年、今回ご紹介するセザンが栄えある1位を受賞されたんです。セザンは東京駅八重洲南口から歩いて5分ほどの場所にあるフォーシーズンズホテル丸の内東京内にあります。後日試しに歩いてみたのですが、実際は5分もかからなかったですよ。東京駅八重洲口を出たら駅を背に右に曲がります。そのまままっすぐ歩いていきます。東京駅を抜けてもそのまま道沿いを進んでいきますよ。さらに歩くとフォーシーズンズホテルの看板が見えてきます。アクセスがとてもいいことは、海外からいらっしゃった方にとってはとてもいいのではないでしょうか。毎年アジアベストレストラン50をチェックしているので、セザンについては知ってはいたのですが、実はまだお伺いしたことがなかったので、今回の訪問はとても楽しみにしていました。お店に着くと、まずはお店の前のラウンジスペースで分厚いワインリストからワインを選ぶことに。ワインを飲みながらコース選択することはあっても、ウェルカムドリンクを飲みながらワインを選ぶのは初めての体験でした。酔っ払うと途端に胃が小さくなってしまうので、最後までお料理を楽しむために最初はノンアルスパークリングにしましたよ。お店の入り口にはミシュランやアジアベストレストランの盾が飾られていて、期待が膨らみますよね。店内の雰囲気はこんな感じで明るく可愛らしいです。そしてまずは乾杯。それでは早速お料理のご紹介です。48ヶ月熟成コンテチーズのグジェール。温かく口に入れると中からとろっとチーズが溶けていきます。芳醇なチーズの香りが鼻から抜けていく瞬間は素晴らしい体験でした。2品目は千葉県産ハマグリ、グリーンピースニラオイルのお料理です。千葉県産ハマグリの下にコシヒカリを敷いて、グリーンピースとグリーンピースをフォームにしたふんわりとしたスープがかかっています。ハマグリの風味はそこまで強くはありませんが、しっかりと旨味は感じられました。またハマグリは大きめのサイズを使っていてカットされています。グリーンピースは固めで食感が良かったです。食べた後に残るのはグリーンピースの力強い風味。グリーンピースが主役のスープですね。辛口のシャンパンがよく合いそう。そしてお次はきゅうりとボタンエビのお料理。愛知県産のきゅうりのお花にエビのムースとキャビアが乗せられています。お花だけでなく小さなきゅうりもついているので、キャビアの塩味ときゅうりは合うだろうなぁと思いながら一口でいただきました。実際によく合います。よくお料理に出てくるお花は水分量がある程度ありますが、きゅうりのお花は乾燥していて、エビのムースの水気との対比が面白かったですよ。意図的に乾燥させているそうです。
そしてお次は厚岸牡蠣、夕張キングメロン、純菜のお料理。北海道夕張のメロンをスライスし、中には北海道厚岸の牡蠣と純菜が挟まっています。ソースはキャビアのクリームソースとメロンのソースです。メロンが生ハムの塩味との相性がいいように、メロンとキャビアの塩味も抜群に相性が良く、かつ牡蠣のほんのり香る塩の風味と苦味ともに素晴らしくよく合います。食感のアクセントとして純菜のプリコリ食感も楽しい、とても美味しい一皿でした。パンは麦芽大麦、サワードゥ、ブルターニュバター、長野県の赤味噌が生地に混ぜられているそう。確かにほんのりとお味噌の香りがしました。これは面白かったですよ。そしてお次はすごいインパクト、これはこの後の料理で出されるフォアグラと鶏です。左側がフォアグラ、右側が醤油や八角、シナモンなどで煮込んだ鶏です。どのような一皿になって出てくるのか楽しみ。そして出てきたのがフォアグラ、醤油鶏とブリオッシュです。フォアグラに醤油と八角、タイム、シナモンなどのチャイニーズスパイスをジュレにしています。周りの白いのがマッシュルームで、ソースはデーツのソースです。これだけで食べると超高級な広東料理を食べに来ている気分。でも不思議なのが、ブリオッシュと一緒に食べるとフォアグラの風味が口に溶け出し、完璧なフレンチになるんです。これは魔法のようで、とっても不思議でした。そしてお次は千葉県産金目鯛、花ズッキーニ、甘エビのお料理。金目鯛の皮目は炭火焼きです。付け合わせはズッキーニと、ズッキーニのお花に包んだエビ。ソースは金目鯛の骨から取っただし入りソースです。最初の一口が衝撃でした。お肉では完璧だと思える火入れに出会うことはたまにあるけれど、魚で完璧な火入れにはめったに出会えないんですよね。こちらはもう完璧という表現以外は当てはまりません。また炭火のいい香りも素晴らしいです。エビはフェンネルとタラゴンが混ざっています。タラゴンはフェンネルによく似たハーブだそうですよ。タラゴンを初めて聞いたのですが、その日の夜に三越のデパ地下で買い物をしていたら、スパイス売り場に普通に売っていました。バリとメジャーなハーブスパイスなんですね。そしてこのソースも絶品でしたよ。おそらく今後の人生の中で何度も思い出すであろう美味しさで、強烈な印象の一皿でした。次はエアルームトマトタルト、ガーデンバジルとブラータチーズのお料理。北海道産トマトを60度のオーブンで6時間じっくりと焼き、セミドライにしているそう。ズッキーニとスペイン産トマトのペースト、バジルの3層になっています。ソースはブラータチーズのソースです。第一印象は酸味が強いかなといった感じけれど、2口目3口目になるとそれがちょうどいいバランスであることがよくわかるのです。スペイン産トマトのペーストはほんのり動物性の風味がしました。それが旨味になっているのかもしれませんね。お次は北海道産ホタテ、スイートコーン、スモークパプリカのお料理です。北海道産ホタテにホタテの出汁にそば粉を混ぜて焼いた薄い生地が乗っており、周りのソースは山梨県産のスイートコーンとレッドペッパーのソースです。
スイートコーンはフルーツ以上に甘く、レッドペッパーは辛みはなく香りがいいです。ホタテは半生でプリッとして食感もいいですね。美味しいのだけれど、美味しいという一言では表現するのが適切でないように感じました。様々な香りや食感、甘み、辛み、旨みなどが複雑に絡み合った一皿です。理解するのにもう少し時間がかかりそう。そしてお次はメインの鴨のお料理です。なんと美しい焼き目なのでしょうか。こちらもどんな一皿になるのか楽しみ。そして出てきたのが愛知県産の恵み鴨ジロール岳のお料理です。10日間熟成してオーブンで焼き上げた北京ダック風の鴨になっています。食べて感じたのは、この鴨肉はオスの鴨かと思ったのですが、実際はメス鴨でした。メス鴨はしっとりし甘くて柔らかいことが多いのですが、こちらは繊維がしっかりしていたのでオスかなと思ったんです。でも実際はメス鴨だったんですね。正直にスタッフの方にこの感想を伝えたら、油の少ない鴨を日本の生産者から探し出して選んだ鴨なんだそうです。その度余分な脂肪がなく、しっかりした肉質のようなので、この肉質はシェフの意図的なものなんですね。個人的にとても勉強になる一皿でした。そしてお次は鴨のスープ。山椒のオイル、鴨肉、手打ちパスタ、アスパラの輪切りなどが入っています。水炊きみたいな印象を受けました。鴨の旨味がたっぷりで、誰もが美味しいと言うであろうスープです。山椒のほんのりピリリとしたのもいいアクセントでした。山椒のオイルを作って自宅に常備しようかと思いましたよ。巨峰、バジルとシャンパンのグラニテ。タイのバジル、パンナコッタ、巨峰の実が入っています。バジルの香りがとてもいいんです。グラニテって氷のシャリシャリが多いので、てっきりそういうテクスチャーかと思いきや、こちらは少しふんわり柔らかでした。そしてお次は宮崎県産マンゴー、ショートブレッド、クレームシャンティのデザート。マンゴーそのままかと思いきや、サプライズ満載のデザートなんですよ。マンゴーとメレンゲ、隠し味にチャイティーが入っています。ソースはラム酒と食感のアクセントにショートブレッドが入っていましたよ。マンゴーの風味を存分に感じつつ、ほんのりライムの香りがします。またメレンゲとショートブレッドが食感にアクセントを加えていて面白いデザートでした。最後はミニャルディーズ、栗と見せかけてのアーモンドです。そしてこちらはチョコレートブラウニーです。ちなみに店の中は7割の方が海外からのお客様でした。さすがミシュラン星付き、そしてアジアベストレストラン1位だけありますね。一通りのお料理が終わると、この日のメニューリストをいただきましたよ。そして最後にビッグサプライズがありました。なんとキッチンに入れてもらい、ダニエル・カルバートシェフにご挨拶することができたんです。さすがに動画は撮ってはいませんが、とっても素敵な思い出になりましたよ。さらに帰り際にチョコクッキーもいただいちゃいました。こんな感じで今回はセザンヌのご紹介でした。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。